フラッシュバック、またはアナレブシスは物語の中に過去の出来事のシーンを挿入すること。文学では後説法、映画では回想シーンと呼ばれる。進行中のストーリーの背景を保管するために使われることが多い。その反対に未来の出来事を語るのがフラッシュフォワード。共にストーリーに筋を通し、キャラクターを掘り下げ、物語構造に変化をもたらす。 文学では物語の始めの方に戻る内的語説法と物語の始まる前の過去を語る外的語説法の二つがある。映画においてはミステリー映画の謎解きなどで登場人物の過去の行動を見せるのに使われる。また、フィルムのワールやメロドラマにおいてもよく用いられる。それがフラッシュバックあるいはフラッシュフォワードであることを観客、視聴者に分からせるために 写真の隅をぼかしたり、セピアトーンなど色を変えたり、カラー映画の場合はモノクロにしたり、登場人物の顔からフェードインフェードアウトしたりする。ナレーションが加えられる場合もある。あと説法の初期の例としては、ラーマーヤナとマハヤバーラタが枠物語の形式でメインストーリーを物語る。同じ古代文学では、オドゥッセイアもあと説法で語られる。 千代人与物語の三つのリンゴは謎解きに用いられた初期の例である。若い女性の死体が発見されたところから始まり、自首した犯人が殺人に至った経緯を後説法で説明する。千代人与物語では他にも、シンドバット、真中の戸で後説法が使用されている。16世紀には、バスコダガマの航海を後説法で語る、ウズ、ルジアダスが作られる。 近代以降は、フォード・マドックス・フォードや、ロバート・グレーブスは後説法を広範囲に使用した。ソー・ウントン・ワイルダー、三類イ,イの橋は、事故の被害者の過去が語られる。エリビーゼル、夜にも後説法が使われている。ハリー・ポッターシリーズでは、イの古い、ペンシーブという魔法道具で、後説法が使われる。映画で最初に回装シーンが使われたのは1901年に、 フェルディナンド・ゼッカが撮った、ある犯罪の物語と言われる。トーキーの時代になって、ルーベン・マムリアン、違いが作られるが回想シーンは、まだ珍しかった。1939年になって、ウィリアム・ワイラーが、嵐が丘を発表。家政婦のエレンが過去を語る、フラッシュバック構造になっている。同年、マルセル・カルネも、日は昇るで回想シーンを使う。回想シーンを用いた、 最も有名な映画が、オーソンウェルズの市民ケーン。バラのつぼみという言葉を残して死んだ。主人公、チャールズ・フォスターケーンの人生を調べる記者のインタビューと、ケーンの人生を描いた回想シーンとで構成される。エルン・ストルビッチ、天国は、待ってくれるわ。フラッシュバックと信頼できない語り手を組み合わせた、手法が用いられている。黒沢明。 ラ・ショモンは複数の人物が異なる証言をする。ドキュメンタリーでの使用例としてはエロール・モリスの雑誌ブルーラインが挙げられる。原作にはないが映画版で回想シーンを使ったのが回転木馬とキャメロット。共にミュージカル映画である。ラジュではフラッシュバックとフラッシュフォワードの両方を用いて過去と未来へ旅する。 稀に、回想シーンの中に回想シーンが入ることもあり、ジャック・フェデー、ジョロウグモにおいて、初めて用いられた。アンニー・カワイアでは、中国人の洗濯屋の回想シーンの中で、さらなる回想シーンが、画面の隅に描かれている。他に、ジョン・フォード、リバティバランスを打った男、池広和夫、一人狼、オペラ座の怪人でも使われている。 改想シーンの画面を加工する場合もあり、例えば、木下圭介、野んぎくのごとき君なりきは、楕円形の白いぼかしで囲み、サタジットレイ、対抗車は、ネガポージ反転させている。ビリーバスゲートでは改想シーンが35分も続く。近年では、クエンティン・タランティーノが、フラッシュバックとフラッシュフォワードを組み合わせる形で、レザボアドックス、パルプ・フィクション、キルビルを制作した。 ケージコロンボ、ジェシカおばさんの事件簿、日本の2時間サスペンスの多くで回想シーンが使われている。ありがとうございます。